富永沙織のサンデーブランチトークショー。こんにちは、富永沙織です。コートアフタヌーン、毎月第4日曜日は MC 富永沙織のサンデーブランチトークショーをお届けします。この番組はここ江東区レインボータウン FM キバスタジオより30分生放送でお届けします。リクエスト、メッセージはファックス東京 03-5634-0792、 メール info@885fm.jp まで、メールそしてファックスお待ちしています。この番組は宅配買取ドロップの提供でお送りします。さあ始まりました、富永沙織のサンデーブランチトークショーは、サンデーブランチがビュッフェ形式であるように、あらゆるものから今気になることをピックアップしてトークをゆったりと楽しんでいただく番組です。さてさて、今日のね、今月のねテーマいきますか。早速、はい、それではいきます。春のストレス解消法、息抜きの自分なりの工夫はということですね。はい、いやもうね、なんか今日なんか嵐みたいな雨がこの辺り降っていて、ちょっとね、この時間どうなるかなっていうふうに心配してたんですけれども、なんとかお天気持ち直して雨が上がりましたね。よかったです。今日もね、観覧に来てくださってね、本当にありがとうございます。この雨だったんで本当に心配してました。なんとか無事にね、こういう形が取れてよかったなと思います。はい、そしてですね、春のストレス解消法、息抜きの自分なりの工夫はっていうんですけど、私はちなみにあれです、海外のコメディを見て思いっきり笑うっていうことですね。はい、でなんか例えばきっとうまくいくとかっていうインドの映画かな、だからそういうのを見たりとかして、とにかく大爆笑したりしてますね。でこの前おバカンス家族っていうのを見たりして、それもまたね面白くてやっぱり笑いは人を救うななんて思いながら、はい、私はそうやって笑いを通してストレスを解消したりしてますね。でそして皆さんからねもらったメッセージ、今日も読んでいきたいと思います。はい、早速ですね、 YouTube ライブの方でもコメントくださってますね。ありがとうございます。お、てるともさん、私は今駐車場に着くところ、遅刻っていう風にねくださってます。ありがとうございます結構なんか私の DM とかにも結構皆さん、ごめんみたいな、インスタライブとかでもね、ごめん、ちょっと帰りが遅くなって間に合わなかった、ごめんねみたいなとか、結構そう友達みたいなね感じで言ってくれて、私はすごく楽しいんですけどね、なんかね面白いなっていつも思ってますね。はい、そしてですね、美穂さんは、テルトムさん気をつけてね、美穂さんありがとうございます、会話してますねここでねいやもうすごくいいことですね、嬉しいですよね、気をつけてきてくださいね、今向かってる最中だと思うんですけど、はい、そして早速読んでいきたいと思います。 P206SW さん、春のストレス解消法はですね、富永沙織のサンブラー生観覧ありがとうございます。今日早速ね、いらっしゃってくださってますけれども、本当に嬉しいですよ。今日はねボーダーのシャツを着てらしてね、春らしい格好でいらっしゃってますけれども、このねこっちから見る景色にすごくね合ってて、つい言葉にしてしまいましたそうなんですよね。いやでもこんな風に私のこのラジオを通してストレス解消になるよって言ってくれるのは本当にね私たちに嬉しいですね。そうなんですよ。そしてですね、次の方ね、エリスさん、エリスさんは、海の空、ごめんなさい、海の空気、あるいは山の空気を吸うことっていうふうに言ってくださってますね。いやー本当ね、自然に触れるとある意味こう浄化されるというか、なんかね穏やかな気持ちにもなるし、また新しいエネルギーも湧いてくるし、いいなっていうふうに思いますよね。で今の時期ちょうどね暖かくもなってきたので、外に出て過ごすのはすごくね気持ちがいいことだと思います。私も昨日ちょっと公園に行って川沿いを歩いてきたんですけど、桜が咲いていたり、あと公園の方にはやっぱりねたくさんのお花もちょうど季節も変わって咲き始めたので、とってもね気持ちが良かったですね。うん、そんな風に外にちょっとだけお散歩に行くことでリフレッシュ、ストレス解消になるっていうねこともありますよね。ありがとうございます。はい、そして次はテルトモさんの読みたいけど、テルトモさん来てから読もうかな、じゃあ。うん、そうしたいと思いますね。じゃあトニーさん、トニーさんはね、ゴルフ
打ちっぱなしで発散します。おお、いいですね。ゴルフはねもうすごく広いね場所でできるし、もう見渡してももう空と山ととかね気持ちのいい景色の中でできるから目にとってもすごくいいし体感もすごくいいし、あと朝も早かったりね早く起きたりして行けたりするんで、体にとっても心身ともにねいいなっていうふうに思いますよね。ありがとうございます。トニーさんね、トニーさん来月来るって言ってましたけど、ね、楽しみにしてますよはい。そして今日結構いいペースで進んでるかも。ちょっと次いきますね。テリングさんは、テリングさんの、自分なりの息抜きの方法は春眠。おお、来た来た、ありがとうございますよかったよかった、無事でいらっしゃいましたね。そうそう、なんかね観覧でここはガラス張りのスタジオなので外が見ていただくことができるんですね。で今ねちょうどいらっしゃってくださって、後でちょっとテリングさんの今私読んでるとこだった、うん、テリングさんのねありがとうございます、テリングさんのストレス解消法は春眠暁を覚えずひたすら寝ますということですね。はい、もう皆さんご存知の春眠暁を覚えず、正しい意味はですね、春の夜は心地よいので朝になったと気づかずに眠り込んでしまうということだということです。冬はやっぱり寒いから布団に出たくないとかね、いろんな季節でいろんな言い訳をしながら眠りたいっていうね欲求はでもいつでもあります。でも特に春はこの言葉すごくいい言葉ですね、春眠暁を覚えず、これがあるからねもう言い訳もちょっと風情があるっていうね、はい、とってもいい言葉だと思いますけれども、本当によく寝ちゃうんですよ。私も毎朝早く起きて、5時ぐらいですかね、ちょうど冬は5時って言ってもまだ暗かったんです。それがだんだん季節が進むにつれて日がね昇るのが早くなってきて、5時には少しこの関東のあたりではちょうど明るくなってくると、大阪のはもっとね早いですよね。そうなんですよ、関東のはようやく5時くらいになったら明るくなってくるかなっていう感じで、そうそうそうなんです、そういうねことがあるんですけど、やっぱりね寝ちゃうんですよね。そう、季節が良くなってきたから早く起きれるのに逆に寝ちゃうっていうのはね春のねせいにしましょうしましょうしましょう、そうそうそう体がそのうちにこう慣れてきて、ちょうど過ごしやすく体もね調子が整ってくるかもしれないので、睡眠はとても大事だと思います。はい、ありがとうございます。そして、じゃあ次てるともさんの読ませていただきますね。はい、今日もねピンクのお召し物で可愛いですね、春らしい。まだね旦那さんのテリングさんはねほんとね茶色いね上着をジャケット着てらして、もう2人が絵になる、美しいですね、本当にいいご夫婦だと思います。でね、そんなてるともさんはイチゴを食べますと、ストレス解消に。しかもねすごく素敵な方なんですけど、仕事が忙しい時は毎日イチゴを半パック食べていましたと。結構食べますねで好きなんですね。で美容にも良くておすすめです。ビタミン C がいいね、たっぷり入ってますから、これもまた元気になりますね。いやいいですね、ありがとうございます。またいちごのね最近お菓子もねいろいろ出てますからね、そういうのも美味しいですよね。うん、ありがとうございます。そして時間早いですね次ね、アヤスタグラムさん。アヤスタグラムさんは桜を見に行って春の空気を吸うことというふうにおっしゃってますね。お花見行かれた方も多いと思います。そして次は、こちらみほちやんさん。私は一人お手前です。茶筅、茶杓、お菓子、茶碗などを揃え、我流で優雅にお茶を立ててゆったりと至福のひとときを楽しんでいます。意外と気分転換になりますってことですね。最近この一人お手前セットみたいなのもね売ってるみたいで、お茶をやったことがない人でも気軽に楽しめる、そんなねものも出ているようですね。でもみほちやさんもしかしたら、ね、結構やってるかもしれないですけどね。自分のためにこう入れてあげる、自分を大切にすることすごい大事だと思います。そして続いてはウェザーさんはやっぱり睡眠って書いてますね。やっぱりこれもね先ほどのねテリングさんの言ってた通り、春眠暁を覚えずだと思いますね、本当ね。そして次、次は、どうしようかな、夏恵さん。夏恵さんは買い物と趣味、ハンドメイドをしたりってことですね、そういうことをして時間を過ごしてリフレッシュしてるってことです。ありがとうございます。そして貞安さん、好きなものを好きなだけ食べること。いやいいですよ、いっぱい食べてね、美味しいものまたいっぱいありますから、はい、召し上がってください。ちょっとね太らないよね、でもここでいっぱい食べて夏がやってくるからちょっと痩せようみたいなね、そういうね
こうなんていうんですか、1年を通してこ う, うまーくね、そうサイクルが、ね、あるんですよね。そうそして、P2063 さん、もう一個ね、1ヶ月に一度3連休を取ると。おお、あ、ちなみに今は4連休中の今日2日目ですね。30日まで撮ってらっしゃるってね、ことで、昨日もなんか桜の写真をね、あの DM でね送ってくださいましてね、お花見はいいですね、癒されます、幸せな気持ちになれますね。そしてね、おやおやさん、その時のストレス具合にもよるのですが、軽度ならとにかく料理を作る、でハンバーグや煮込み系の時間のかかる料理を、ストレスの憎しみは込めませんよって書いてある中度なら美味しいご飯を食べに、主に焼肉、ピッツァ、いつも食べるのですが、ストレス中度なわけではありません。常にストレスがかかってるってわけじゃないよってことですよね、うん、美味しいものが好きなんですよね、はい、ね、うんってうなずいてますねありがとうございますねえ、そうそう、こんなふうにね、たくさんのコメントいただきました。 YouTube のライブの方はどうかな、あんまり入ってないのかな、あ、入ってた、美穂さん、美容のために仕方なく食べてるんです。美穂さんはなんか、美穂ちゃん、そうですね、美容のために仕方なく食べてるんです、ありがとうございます。そっかそっか、はい、いやー、そんな感じでですね、たくさんコメントいただきました。皆さん、いろんなね、独自の息抜き法があるということがね、今日シェアできたかなというふうに思います。ありがとうございます。どれかね、参考になるものがあったら、ちょっと真似してやってみると、新しいね、慣れてきちゃうんですかね、それも新しいストレス解消が見つかるかもしれません。ではでは、それではですね、次のコーナーに行ってみましょう。今月のバースデーフラワー、はい、それでは新しいコーナーですね、これもね、はい、生け花の師範でもある富永がですね、お送りするその月のバースデーフラワーをご紹介いたします。3月はね、ガーベラでしたね、はい、そして4月はアロストロメリアというお花です。こちらはですね、あの、私のインスタグラムのストーリーにもちょっと写真を載せてます。でガーベラと一緒に、あのアロストロメリアを、あの、いけ、あの、お花をちょっとアレンジでね、入れてあるものがありますので、ちょっとそちら見ていただくと、こんなお花かってわかるかなと思います。特徴は6枚のお花の中で縞模様がね、一部あること、ちょっと派手なお花なんですよね。で、花言葉が持続とかエキゾチックっていうことで、花持ちもよくって、あ、ここにあったんだ、ごめんなさい、話変わっちゃってここにあったんだね、ないと思ってたらいっぱいメッセージ来てた、ごめんなさい、後でちょっと読ませてくださいね、うん、っていう風な感じで、結構そのね、アロストロメリアっていうのは花持ちがよくって、鮮やかなものからシックなものまであるので、相手に合わせて花束とかアレンジメントとかで結構使える、贈り物に結構もってこいなお花です。でこの時期かなって思うので、ぜひね、ちょっと手に取っていただけたらと思います。では続いて次のコーナー行ってみましょう。ドロップ情報です。さて、今月のというかですね、ドロップ情報はなんと、あのドロップの姉妹店ですね、トリップ&シングスの実店舗がついにオープンいたしました。おめでとうございますね、3月の18日に滋賀県に実店舗をいよいよオープンされたということで、これまではね、オンラインストアのみだったんですね。で私もインスタグラムとかでね、結構見させてもらってたんですけど、とってもね、素敵なお洋服とかいっぱいあって、あの結構ね、私が今着てるお洋服もそうです、ギャレゴデスポートというお洋服でセットアップなんですけど、前回もちょっとパンツだけ履いてました、今日はセットアップで着てみたんですが、これもトリップ&シングスで扱っているお洋服になります。でこのトリップ&シングスというのはですね、世界を旅していいなと思ったこと、もの、人、体験をご紹介するセレクトショップなんだそうですね。うん、それで、あの世界中を旅してということなので、実際に本当フランスだとかっていうところに行って、あのそこでいいなと思ったものをどんどんこうセレクトして持ってきてくれる。だから日本にいながらにして海外のものが手に取れるんですね。今なかなかちょっと海外には行きづらいということが皆さんもあると思うんですけれども、そんな中、こちらは今度実店舗になるので、滋賀県ですけれども、あの関西に行かれた方にはぜひね、あのその滋賀県の方に あのトリップ&シングスのお店の方に行っていただいて、お店を見るとですね、本当に旅の
旅をしてるかのような、そんな気持ちになっていただくことができるんじゃないかなっていうふうに私は感じました。で、写真をちょっといろいろね見せていただいたんですけど、あのドロップ自由が丘店さんみたいなああいう雰囲気ではなくってちょっと違うんですね、まあ、似たような雰囲気なんですけれども、このトリップ&シングスの方がナチュラルでちょっとスタイリッシュな感じで、シンプルなんですけどこうカラフルないろんなものが置いてあって、こうね、なんかね自然と調和しているようなそんな感覚がありました。で、こちらの、その滋賀県の、ね、お店ではですね、今まではオンラインストアでは洋服が中心だったそうなんです。それがねフレグランスとかボディケアアイテム、ホームケア雑貨、ジャムとかコーヒー豆とかそういう食品ですね、そういう生活を豊かにするようなものも、展開してるっていうことなので、これまであのトリップ&シングスをあの活用されていた方も新しいものが見られるっていう新鮮な、ね、気持ちでぜひねあの体験していただくことできると思います。そして作家さんとのポップアップ企画なども計画ということなので、今後の情報も、ね、楽しみなんですよね。そして店内はあの少し、ね、和のテイストが感じられる内装になっていて、キッチンカウンターがクスノキでできていたりとか、例えばショーケースとか陳列棚だなとか、そういうものも、ね、クスノキでできているのでね、とってもねなんかね窓もこう大きいし、光がファーって差し込んで爽やかな風の中にこういるような気持ちになれるっていうかね、すっごいね自然、自分も自然体でいられるようなそんなね雰囲気ですよ。で、結構ねその職人技が随所に施されていたり、ディスプレイとか照明器具とかね、季節のお花も見どころの一つということなので、写真で私見た限りなのでね、詳しいことはまだまだ言えてないと思います。実際に見ていくとそこのちょっと置いてある小物だとか、あの装飾品なんかが非常にこだわっているものを使ってるそうなので、そういうところもね見ていただくだけでも、あの本当にお店の中にちょっと立ち寄るだけで気持ちが明るくなる、上がるようなそんなお店だと思うので、ぜひぜひあの関西に行かれた方にはですね、あの行っていただきたいなというふうに思います。お店に、ね、来られない方もオンラインストアですとかブログも ありますので、そちらでトリップ&シングスで検索していただくと詳しいことが見られると思います。はい、そういう感じですかね。それでは、CM に行きますか。はい、よろしくお願いします。フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。富永沙織がお送りしております、富永沙織のサンデーブランチトークショー。続いてはですね、今月の結果発表に移りたいと思います。あー、いいですね、ありがとうございます。なべちゃんの効果も抜群ですね、ありがとうございます。はい、ラジオテーマに選ばれた方にはグッドテーマ賞、そして中でも面白く素敵なメッセージをくださった方にはグッドメッセージ賞、それぞれプレゼントをご用意しております。グッドテーマ賞には富永沙織のサイン入り番組オリジナルステッカーを、そしてグッドメッセージ賞には番組提供宅配買取ドロップ様より有料レジ袋に対応した お買い物のお供に機能性抜群、ドロップ自由が丘店のショップバッグ一式をプレゼントさせていただきます。それでは今回の当選者グッドテーマ賞は、ラジオネーム P206SW さんです。おめでとうございます。そうです、そうですよ、気づきませんでした。嘘そうだったんですよ、実はね。素敵なねテーマをくださって本当にありがとうございます。そして続きましてね、グッドメッセージ賞の方に移りたいと思います。今月のグッドメッセージ賞は、ラジオネームエリスさんです。ありがとうございます。今ねちょっと焦りましたね、焦った そう、今ねここのね進行表には、これは実際に今決めてるんですね、グッドメッセージ賞は。なのでここね進行表に〇〇って書いてあるんですよ。ラジオネーム〇〇さんって書いてあるんで、誰と誰にしたんだっけなと思って、そうだと思ってね結構迷ってたんですよね。そう迷ってたんでね、ちょっとおっと思いましたけど、大丈夫、手が早かったから、うん、はい、間に合いました、ありがとうございます。はい、
そうですよ、いろんなことがありますね。でもね、そういうところが生放送の面白いところで、私は好きですけど大丈夫ですかね。ありがとうございます。素晴らしいね、スタッフのおかげでうまく成り立っているんだと思います。本当にありがとうございます。はい、そしてですね、当選された方はこちらからプレゼントを発送いたしますので、3月31日ですね、今年度内にちょっとね、やろうかなと思ったので、今月、3月31日水曜日までにメールをお願いします。宛先はサンデーブランチ885@gmail.com です。はい、本文に住所氏名をご記入の上お送りください。よろしくお願いします。ねえ、今日はね、メッセージをがどこに出てるのか私分かってなくて、たくさんくださってたのに全然読めてないというねことがあったんですけれどもね、佐藤さんはですね、ストレス解消法ね、飛行機に乗ると、あー、もう修行ですね。空港から出ずに飛行機に乗るだけ。すごいすごいな。でもね、このねコロナのね時期はね、こういうプランも今ありますからね。飛行機に乗って、空をバーってこの回ってるだけなんですけれども、その中で機内食が食べれたりとか、いろんな、パイロットの方からいろんなことを教えてもらえたりとか、そういうねものもあるのでね、いろんな楽しみ方がありますね。楽しそうだな。ちょっとね、非現実的な空間に行けるような感覚ですからね、飛行機に乗るとね。あ、関まりチャンネルさんはホームページ拝見しましたということですね。ドロップさんのですかね。いや、早速ありがとうございますね。おしゃれな店ですね。そして佐田さんがね、 P206SW さんおめでとうございますという風にね来てますよ。本当ね、素晴らしいテーマでしたからね。そう、きっとね、春はやっぱりどこかで出会いと別れの季節なので、結構知らないところでストレスがかかってることも多いと思うんですね。なので、ちょっとこういったストレス解消法を皆さんにシェアしていただいたものを参考にですね、何か一つでも取り入れて、皆様の健やかなね心の状態が保てると、心もね健康にいてくださるといいなと思って今日は選ばせていただきました。ありがとうございます。はい、いやー、まだまだね話足りないんですがね、こちらの放送もアーカイブ YouTube がですね、東京マープラスというところに鍋ちゃんがまた編集ねしてくださって上がると思いますので、楽しみにしていてください。そして富永沙織のインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。アカウントは沙織アンダーバー富永でございます。よろしくお願いします。はい、いや、お時間が来てしまいましたね。次回の放送は4月の25日日曜日、同じく、3時からの放送です。お楽しみに。この番組は宅配買取ドロップの提供でお送りしました。この後も素敵な時間をお過ごしください。